ドジャース、レイズ、24日、ロサンゼルス。大谷翔平選手が食らったウォーターシャワーの巻き添えになったドジャースの地元放送局、スポーツネット LA のリポーター、キアステン・ワトソンさんが試合前に SNS を更新。ウォーター、ゲータレードバスは初めてと告白した。さよなら満塁本塁打で40本塁打、40盗塁の偉業を達成した直後。グラウンドインタビューを始めようとした直後。 ヘルナンデスが大量の水を大家の背後から浴びせ、ワトソンさんも巻き添えを食らった。さらにロハスが大家の頭にスポーツドリンクをどぼどぼ、これも飛び散った末にワトソンさんへかかった。この様子に大谷は指さして大爆笑それでもワトソンさんはたじろぐことなく大谷を引き寄せインタビューを開始。背中やドレスはびちょびちょだったが、大谷の声をテレビの前の視聴者に届けた。 一夜明け、40分の40。毎日偉大さを目撃できるのは特権です。翔平、素晴らしい快挙おめでとうと祝福し、これが私の最初のウォーター。ゲータレードバスなので忘れられないとつづった。日本のファンも、ワトソンさんがずぶ濡れなのを指さして笑う大谷。大谷さんもワトソンさんもウィルさんもプロやな、悲劇すぎでやっぱワロタだ。